Всем привет! アリアシです。アリアシです。もう髪の毛の長さなんかほとんど同じぐらいじゃない？姉妹みたい。双子。親が全然違うけど双子みたいな。なぜか。なぜ今日は面白いもの見つけました。私の大好きな午後の紅茶、これ大好き。そしては私たちの大好きな、またポッキー、ポッキーです。ポッキーです。なんか結構もう先出たよね、結構前ね、これ見て、あのいちごティーとクリーミーバニラのポッキー一緒に食べたらどうなる？ショートケーキができるらしい。ここもって書いてある。いちごティー、クリーム忘れた。クリームバニラ、いちご忘れた。何それ？じゃあこれはグリコは大阪？そうだよ。知らなかった。え、あの走ってるやつ。そう行ってみたいね。行ってみたい。本当にこの紅茶とこのポッキーを合わせたらショートケーキになるか、なってほしいな。検証していきたいと思います。じゃあささっと置きましょう。ささっとなりわーい。どうすればいい？やずるりょん。いつもないだなりわーい。やずるりょん。なりわーい。あ、グルチキ。あ、やっぱチュッチュイじゃん。どうじゃ、グルシカバイシャ。あ、グルチキかいてさまじょう。え、匂いがすごい。あ、すごい。すごいイチゴ。最近のね、毎週末はイチゴ。あ、イチゴ。イチゴの季節だから。あ、美味しそう。で、自分でイチゴにならないように。ポッケ、ポッケ。ポッケ、開けます。あ、かわいい、なんか。あ、ハート型。多分これはね、ホワイトで。ポッケ、あ、なんか細いね。いい匂い。うん、バニラって感じ。私実は頑張ってなんか食べないようにこの動画までに保存する。ああ、すごい頑張った。じゃあどうやって、じゃあいきます。あ、これを多分食べて飲む。うん、じゃあせーの。うん、なんかおいしいの量が多い。ほんのりポッキーが甘いのと紅茶が結構酸っぱみが強い。食べ方、ショートケーキを演奏する。あ、最初はそう、なんか想像して、あ、想像しないといけないんだ。ポッキーを二口、ゴーゴーチャー一口。じゃあもう一回やってみよう。うん、想像しないといけない。じゃあ想像して。あ、でもポッキー多めの方がちょっとケーキに近づくかもね。うん、でも多分なんか紅茶のこの紅茶の味が出てくるからちょっと邪魔。あのショートケーキと紅茶飲むみたいになる。美味しい、美味しいね。うん、美味しい。私特にね、このストロベリーティー大好き。すごい美味しい。初めて飲む。私ポッキーが大好き。あ、ちなみにこれ取れたよ。見てください、綺麗になりました。アシアブリーチ。じゃあ今日はもう一度。あ、そう、見てください、これ。もうまさかこの色、私の服はホイップクリームみたいで、リザの服はイチゴみたいで、髪の毛はあのスポンジ、ケーキのスポンジみたいじゃない？вот. Я ложу сюда. Ага. И вот так вот. В общем, вот. Инсталяворе. これでショートケーキになるかな？どうですか？なってないじゃない？まあ想像、ここでどっか挟まれてる。これ出資もしないで。うん、ここね。じゃあこの頭のここスポンジの。スポンジはしたでしょ。これであのいちご足したらもしかしたらもうちょっとケーキに近づくかな。じゃあこれを一緒に食べて紅茶飲む。いちご焼き。いちご最高。でもいちごと、いちご足したらケーキっぽくなった。確かに。もちろんない。紅茶もいいけどね。もうそう、そのポッケにいちごつければ確かにケーキみたい。ということ結果は何だろう。やっぱり想像力で結構味は変わることもあるけど、やっぱり本物のいちごは一番美味しいよね。いちごは最高。紅茶もいいけど、でも紅茶といちごと、いちご茶一緒にすごくショートケーキ、ね、美味しい。本物のショートケーキがダイエット、ダイエット。はい、ということで結果はいちご茶でした。あ、違う、何結果は、何結果は、試してみてください。まあ
こっちより本物のいちご買った方がいい。いいらしいです。まあ確かに食べとかないと、もう夏だといちご高くなったりなくなったりするから。あ、スイカスイカ、もうそろそろスイカスイカ待ってる。スイカティーとか出ないかな。スイカポッキーは出るかな。スイカポッキー。あ、それもいいかもね。じゃあご視聴ありがとうございました。パカー。